M10。M10GMC、M10 ガンモーターキャリッジは、第二次世界大戦中に生産、使用されたアメリカ合衆国の対戦車自走砲、駆逐戦車である。アメリカ陸軍は、第二次世界大戦前に行った演習に基づき、対戦車戦闘を専門とする独立部隊として、戦車駆逐大隊を編成した。大隊の装備として、ダッチさん。 4トンウェポンキャリアに 37mm 対戦車砲を搭載した軽自走砲の M6GMC、M3 ハーフトラックに 75mm 野砲を搭載した重字走砲の M3GMC が生産された。しかし、戦前の演習において、すでに M3GMC の欠点は認識されており、より完全な戦車駆逐車が求められることとなった。これ以前に、 M3 系戦車や M3 中戦車の車体を使った対戦車自走砲が各種試作されていたが結局ものになったのは M4A に中戦車の車体を使い3インチ7 6 2トル、高車砲を改造した T12 戦車砲をオープントップの新型砲塔に搭載した T35 試作車であったフィリピンでの日本軍との戦闘により傾斜した装甲が有効と認められ それを反映した新しい車体上部が設計され、T35E1 となり、さらにソロ版の弾型であった砲塔が五角形の平面型となり、M10GMC として採用されることとなった。なお、砲塔がオープントップなのは軽量化のためと、砲塔上の3名全員が周囲を監視することで、敵戦車を先に発見、待ち伏せ攻撃をかけ、その間は不評などの支援によって、 敵の接近を防ぐという戦車駆逐大隊の戦術に従ったものである。また、緊急脱出や弾薬補給が容易という利点もあった。しかし、迫撃砲弾などの局射兵器や空中炸裂砲弾、さらに山岳地帯や市街地では、上方からの消火器攻撃に対しても無力で、土砂や煙が飛び込んでくるため不評であり、一部の車両では、現地改造で、 装甲天井が追加された。また、敵兵に手榴弾を投げ込まれることを警戒して、ネットで解放部を覆う工夫を行う乗員もいたとされる。また、機動力が優先されたために装甲が、元の M4 中戦車より薄くなっており、一応車体に装備されたとめ具、取り付けボスを用いて、増加装甲が可能であったもののほとんど使われておらず、最後機の車両では、 車体の留め具は省略されている。M10 の手法である T12 改め3インチ M7 戦車砲は同時期の M4 中戦車に装備された 75mm 砲よりも対戦車戦闘能力に優れていた。後に新型 M4 が装備する 76mmM1 戦車砲と弾頭は共通で、口径は同じ 76.2mm だが、 薬卿が異なり、装薬が多く、方針も若干長い。通常の M62APC、誹謗鉄鋼弾を用いた場合、敵である4号戦車の後期型が装備する 75mmL48 砲に匹敵する威力があり、タングステン芯の入った M93 ハバップ、高速鉄鋼弾を用いると、ドイツの 88mm 砲並みの貫通力を発揮した。 しかし、この砲は前方に重く、このため、初期型では、砲塔後部に、砲弾、機銃やグローサー、離体の滑り止めアタッチメントなどを集めて、バランスを追っていたが、まだ不十分であったため、中期型以降は後部にカウンターウェイトを搭載、後期型ではウェイトが、後方に延長され、図具箱になる穴が付けられた。また、M4 と異なり砲塔は、手動旋回のみで、 動力はついていなかった。一応、油圧旋回装置搭載型も試作されたが、後継の M36 の登場もあり、量産型で使われることはなかった。なお、現在コレクターが保有するイギリス軍型 M10 のアキリーズには、いつごろ搭載されたものかは不明であるが、油圧式旋回装置付きの車両が確認できる。M18 ヘルキャットの生産が軌道に乗って、以降、 他の米国製兵器同様、M10GMC も連合国にレンドリースされた。イギリス軍では1748両が受領され、ウルバリン、クズリのニックネームが蹴られ、これとは別に自由フランス軍でも用いられた。しかし、英軍はその手法威力を不十分であるとみなしていた、ため、後期型をさらに強力な17ポンド砲を搭載するタイプに改造した。こちらは、軍事省により、 アキリーズ、アキレスと命名されたが、運用する部隊ではこの名称は使われなかったという。また、以前はほとんど知られていなかったが、M10 は、ソ連赤軍にも最後期型52両が供与され、2個、自走砲連隊に編成され1944年の、各機構成であるバグラチオン作戦で活躍している。アキリーズは、カナダ軍の部隊が、朝鮮戦争での派遣当初に使用していたが、 これは、間もなくより防御力の高い M4A2E8、シャーマン戦車に更新されている。アメリカ軍でも、フォード V8 ガソリンエンジン搭載の M4A3 の、車体を用いた M10A1GEMC が生産され、これは、本国での訓練用となった。これは後に、M390mm 砲を搭載した、新型動力砲等に換装した M36。 GMC に改造され、従来型の M10 も一部が同様に改造され、M36 バイトに GMC となった。M36 と交代した一部の M10 は、砲塔が撤去され、重砲の牽引用である M35 トラクターに改造された。装甲の一部を軽減し、手法を M18 同様の M176mm 砲に、 乾燥して2トン軽量化された T72 も試作された。これは量産されることはなかったが、新設計の砲塔は M36 に搭載されたもののベースとなっている。M10 はフィッシャーボディ戦車部門で4993両、M10A1 はフォードで1038両、フィッシャーで375両が1943年11月末までに生産された。 このうち海外に提供されたものは生産数の半分を超える約3600両である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。